2014年12月これからの中小企業が成長するための条件とはと題した講演会が開かれました。壇上に立つのは情報通信コンサルティング企業株式会社フォーバルの創業者であり現会長の大久保秀夫さんです。最も経営者がこれから、自分の頭の中にしっかり動かなきゃいけない8つの、ね、思考というものを、ね、まず皆さんお教えし、そしてですね、もし8つの条件があるんですね。これは私がもう何万社とあった経営者の中で共通しているですね、経営者の成功している中には8つの共通項目があるんですね。そういう8つの共通項目ってのはやはりですね、経営者ってやるしかない。で最後にはね、やっぱり実践ですね。すなわち思考、条件、実践という中にそれぞれ8個ずつのね、キーファクターがあったわけですね。今日はその中ほんの一部のイントロをですね、皆さんにお伝えできればなと思っております。東京と大阪で開催されたこの講演会は大久保会長の新しい書籍捨てる勇気の出版記念として開かれたもので、上場企業3社を含む29社のフォーバルグループを育て上げた大久保会長が34年間の経営人生の中で見出してきた経営哲学を伝えようというものです。これからの企業が成長するための条件として大久保流888の法則の一部を紹介していました。まず冒頭では京セラの創業者稲盛和夫さんが唱えた人生の法則、能力×熱意×考え方を引き合いに出しながら出会いと決断の大切さについて語っていました。いわゆる皆さんの人生というのは朝起きてから毎日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 決断連続ですよね。今日何着ていこう、何食べよう、ね、どうしよう、全てが決断、お酒今日何飲もう含めて全部決断なんですね。その決断が実は成功か失敗かを大きく分けるです、要因になってるんですよ。稲盛さんが最近こういうこと言ってます。人生の成功というのはその人間の考え方と熱意と能力だということを言っております。本も出してます。だけどですね、これがなくちゃいかん、出会いと決断なんです。経営というのは実は誰と出会うかで決まるんですよ。例えば皆さんの会社もね、一人の優秀な社員でね、会社がガラッて変わってしまったりすることあるでしょ、ね、人と出会うということが大事なんです。皆さんがもし成功したいんであるならば、いい友人と出会うことなんです。その瞬間に皆さん一気に変わりますよ。いい友人の周りにはいいやつが山ほどいるんですよ。そうするとビジネスとしてチャンスをどんどんもらえるしですね、どんどん学べるし、人脈がどんどんできてくるんですね。そこのところがポイントなんです。また人生で成功している経営者の特徴として名言素、つまり明るく元気で素直という3つの要素が必要だと話していました。成功する経営者というのはみんな明るいんです。わかりますか？そして元気なんです。わかりますか？で、その素直なんです。名言素です。で、明るいというのはどういうことかというと、ただその明るいだったらこれ単なるアホです。で、物の考え方です。例えばですね、アフリカに行って靴を売ってらっしゃいと言った時に、皆さんイメージしてくださいね。アフリカに行ったらば全員が裸足。普通の人間ならどう考えますかね？ね、社長、無理。全員裸足です。靴売れません。ところがですね、稲盛さんとか森田さんとか孫君とかね、僕の友人たちはね、なんて言うかと、ベリービッグチャンスって言うんですよ。ね、やったー、ね、こいつら全員裸足ですよと。ね、誰一人として靴の良さ分かってらんと。もし彼らが靴を履いて良さ分かったならば、全員が靴を履き決まってるじゃないかと。すなわち一般の人は、今という現象を見て、裸足だから売れないって考えて、成功してる人は明日を見るんです。イフゼン。もし彼らが靴を喜び知ったならば全員履くはずだ。じゃあどうやったら履かせるか、未来に向かって戦うのは成功者のポイント、これが明るいところなんです。大久保会長は現在日本古来のビジネスの考え方である三方よし、樽を知る、不利を追わずといった考えをベースにした公益資本主義を世界に広める活動をしています。その取り組みは社会から大きな共感が集まっており、2014年7月に開催されたシンポジウムには下村博文文部科学大臣をはじめ、田坂博さんや昭和女子大学の坂東学長も参加しています。今回の講演においても公益資本主義の考え方にのっとって、会社経営において儲かるかどうかは3番目の優先順位であり、最も優先すべき価値観は社会性であると訴えていました。もし皆さんが儲けるためやってるならば根本的に間違いです。儲かりません。これはっきり言います。なぜか、金魚すくいなんですよ。
金魚取ろう取ろう取ろうって言ったら金魚逃げますよね。たまたま金魚捕まります。これたまたまなんですね。この考え間違ってるんです。会社は株主なんだということで、ね、株主にばかり目を向かして社員を切り捨てたりお客さんを内緒したり粗悪な商品作ったりっていうのは絶対しちゃいけない。ましてや、ね、金儲けだということを旗印したら目的が金儲けだな、あとは全部そのため手段になりますから、社員もそのため手段になります。これじゃダメです。そうじゃない、社会に対して戦うんだと、貢献するんだという考えが大事なんです。本来企業とは、ね、社会性、この事業を持ってどう社会に貢献するか、独自性、どうやって誰もやってないことをやろうか、そしてどうやって利益を上げるかという順番なんです。また回の後半では今回の本のタイトルである捨てる勇気についての話がありました。自分の過去の考えを捨てる、自分のやり方を捨てる、自分の友人を捨てる、悪い友人を捨て、悪い習慣を捨て、悪いやり方を捨てる、そういう捨てることを決断した人間だけにチャンスが来るんだということで、今日は本を皆さんに差し上げますけど書きました。本当に皆さんがその決断ということをし、捨てる勇気を持ち、そして企業は社会性なんだなということをご理解した瞬間に、見えなかったがきれいに見えてきます。そしてやった瞬間にどんどん社員が変わってくる、どんどん利益が変わってくるに、皆さん自身が一番変わります。私のコンサル先を言ってると、ほとんどが社長が変わったんだよね、社長が全然変わっちゃったんだよねっていうように、みんな社員もどんどん変わってます。それが経営なんです。僕のですね、塾生にも言ってます。僕と会ったらばどの本も読むな、どのセミナーも行くなって言ってます。たくさんセミナー行ったんだろうと、良くなってないから今いるんだろうと、たくさん本読んだんだろうと、良くなって今いるんだろうということで、あり方が分からない人間がやり方ばっかり言っちゃダメなんですよ。大事なことはあり方なんですよ。あり方、本当のあり方のところをビシッと持った人がやり方を見ていくと、いわゆるこれは偽物の本だな、これは偽物のセミナーだなってどんどん分かってくるから知事になるんですが、あり方の幹が分かんないとブレまくっちゃうんです。私どもはね、コンサル行くとこういうことありますよ、ね、社員の方で私は聞くんです。10年後絶対この人残ってると思う人、一人も手を挙げない。これ見た時社長びっくりしますよね。なんで俺の会社長社員誰も残ってないのか10年後はと、で聞くんです僕が。どうしてって言うと、いや10年後はちょっと分かんないですよねって、で言うんです社長に。社長、お宅の会社は10年後どうなってんのっていう、社長自らが、え10年後ですか、ってこう言うんですよ。社長が今日しか見てないんですもん。社長が自分の会社なのに10年後分かんなかったらば、社員がいるはずないじゃないですか。社長分かんないのか、10年後社員が分からずないですよね。そこにも問題なんです。僕たちはそうです、100年後僕作ってます。100年後にどうなってるか、自分は死んだってですよ。俺が死んでも会社残すんだと、俺の会社じゃないと、ね、よってこの100年後にこんな会社になりたいなっていうのをビジョンをしっかり作って、それに向かってみんなで頑張ろう、そのため10年後こうしようっていうことを明快に作るから、社員はそこに夢を持ち、やる気を持ち、戦いに挑むわけですよね。面白そうとか儲かりそうとやった人はすぐ諦めちゃう、儲かんないから、つまんないから。でもね、そこに社会的使命感を持ったり、ね、そういう人はどうするか。この壁を越えなかったらば、ね、世間のためにならない、業界のためにならない、地域のためにならないと思ったら考えるんです。例えばね、ここに1メーター20の壁があったと、じゃ飛び越えろったらみんな無理です、全滅です、僕を含めて。でも僕は乗り越えますよ。どうするか、ね、乗り越えなかったら、ね、終わると思うから、使命感がありますから、ね、そうすると考えるんです。どうやって乗り越えるか、飛び箱のジャンプ台を行きます。でピョーンってジャンプ台で僕が1メートルに飛び越えます。だから5メーターになるとね、ジャンプ台無理、みんな諦めます。僕は諦めない。よし、どうしよう。はしごを作ります。はしごで乗り越えます。50メーターになるとはしご届かない。どうしよう。みんな諦めます。僕は諦めない。よし、リフト作ろう。でも、どんな障害を受けようと、必ず乗り越える手段があるんだと。すなわち、そのぐらいですね、一つのことで執着するんですね。これが実は大事。成功と失敗の差、諦めるか諦めないかの差なんです。その差というのはイコール動機によって変わるんですよと。会場に集まった経営者たちからは、大久保会長の話に対して熱心な質問も寄せられ、会場は終始熱気に包まれていました。この度ですね、私が4年間にわたって、大久保塾という中でですね、いかにしたら経営者の方々に、より一層ですね、社会に貢献するような立派な経営をやっていただけるかというので教えてきた結果ですね、たくさんの方が成果を出されました。そしてこの教え方は間違いなく正しいんだという確信を使いました。これをですね、今度はですね、一人も多くのフォーバルを含めたお客様にですね、
提供できないかなということで、一人でも多くの皆さんがですね、勇気を持ってですね、また新しい経営に向かっていただければなと思っておりますので、ぜひご参加、楽しみに待っております。よろしくお願いいたします。